嫌が上にもその脳髄の感触を好調させつつ文化人のプライドをステップしているつもりでいるだろう。それが危険だというのだ。それが非常だと警告するのだ。脳髄の非常時、見よ、聞け、驚け、呆れよ。現代20億の人類はことごとく諸君と同様のアホである。郵便局に自分の引っ越し先を尋ねに行くトンマである。電話口でこちらの番号となる慌て者である。脳髄を物を考えるところと錯覚している手の内である。そしてそんなトンチンカンな幻覚錯覚を得意前と肩の上に乗っけて、その錯覚のたった一つを唯一無常の頼りにしつつ、頭は最上の最後の資本、現代は頭のスピード時代という盗作観念の競争ばりに、核もおびただしい電車、自動車、オートバイを飛ばせて、世を日に継いで人類文化をごちゃごちゃの悶絶界に追い込みつつある諸君自身の脳髄である。とても健能で見ていられないではないか。